5.16軍事クーデターは、後の韓国大統領で当時少々だった、牧世紀などが、軍事革命委員会の名のもと、起こした軍事クーデター。1961年5月16日に、発生したため、5.16軍事クーデターと、一般的に言う。かつて、韓国では、この事件が、軍事革命、軍事反乱、軍事政変。 軍事クーデターをはじめとするいくつかの名で通じた。クーデターの中心勢力が政権を握ってから6月、民主構想前までの公式表記は5.16、軍事革命であり、民主化後は5.16、軍事政変が公式表記で、定着した。5.16では、漢字、516、ハンブル、とも表記する。クーデターが起こった社会的背景として、 自由党政権を引き継いだ民主党政権の政治的無策と党内構想民主的改革に対する民主党の曖昧な態度経済状況悪化に対する国民の不安の高まり北朝鮮に融和的またはシンパシーを抱いた学生や革新政党を中心とする民主化運動と移行北へ、北れ、南へ、青を反問点でオスローガンとした 統一運動の高まりに対して軍部が危機感を抱いたこと、そして直接的背景として、軍内部の問題が挙げられる。分断の固定化と朝鮮戦争によって肥大化した韓国軍では、軍人事が停滞し、それによって進級が進まなかった、下級将校に不満が蓄積されていた。不正不敗を働いた高級軍人を追放するため、下級将校によって進められた。 西軍運動が失敗し、運動の死亡者が追放されそうになっていた。こうした背景のもと、金消費強火薬中量をはじめとする陸士発揮制の左官級、将校級名によって、クーデター計画が策定され、彼らがクーデターを主導した。2022年の反行令によると民主党の長、ストム内閣が4.19革命を執行するよりも、 収集に没頭し、生ぬるい改革と、相次ぐ失勢で民衆の支持を失っていたことで、民主党の超務内閣と、第二共和国失望して怒っていた韓国国民は、僕正規クーデター勢力を型破りで新たな、救援党首として歓迎する境地に至っている。クーデター直後、韓国知識人を代弁した雑誌である、思想会や、ソウル大学学生会ですら、 僕正規軍部を、旧悪を根絶する、革命政府として歓迎し支持した。このことを反行レは、4.19の限界を如実に、表している。としている。当初クーデターは、4.19学生革命から1周年となる1961年4月19日を予定し、革命1周年を記念する。 民衆放棄やるいは学生デモを鎮圧する口実の元に行う予定でいた。しかし、4月19日は期待していた民衆放棄や学生デモが起こらず平穏に過ぎたため、クーデター部隊を出動させることができず失敗した。そのため、クーデター結行日を5月12日に延期し、再度計画を練り直したが、クーデター勢力の同士である。 李所安子大佐が計画を漏洩してしまったため、再度計画は延期され、1961年5月16日が最終決行日とされた。クーデターに参加した人物及び兵力は以下の通りである。その他参加者、蔡、井のちし李哲博士、郷誠元少なりょう、総参考順庄、陰安しび5月16日午前3時を期して、 クーデターは決行され、僕正規少将を最高指揮官とする革命軍は観光大橋付近で憲兵第7中隊54名と銃撃戦を行った以外は大きな抵抗もなしに中央庁や国会議事堂などソウル市内の主要部分を制圧した。こうして首都を制圧した。 革命軍は午前5時、中央放送局の放送を通じて、軍事革命が行われたことを全国民に宣布した。革命委員会前で会見に応じる、蝶宮子秋と、僕正規空デターに成功した。革命軍は、軍事革命委員会を設置し、陸軍参謀総長である、蝶宮子秋を説得して議長に就任させ、空デターを指揮した。僕正規は副議長に就任した。 そして、軍事革命委員会は6項目からなる革命公約を発表した。また、軍事革命委員会布告第1号によって全国に戒厳令が敷かれ、一切の屋内集会が禁止、出版や報道に対する事前検閲が実施されると、ともに布告第4号で現政権の解任と国会及び地方議会の解散、政党や社会団体の活動禁止、 朝政権の全閣僚と政務委員の逮捕、国家機構の一切の機能を軍事革命委員会が代行することが宣伝された。革命公約反響体制の再整備国連憲章と国際協定の遵守及び自由主義諸国との中体強化腐敗と不正の一層による精神な社会の創造絶望と飢餓に苦しむ民衆の救済国土統一のため共産主義と、 対決シュール国家の建設革命事業の完遂後、精神な政治家への政権移常、クーデター直後、宿舎としていた半島ホテルから脱出し、修道院に身を隠していた、チョツト務首相は5月18日昼に姿を現して、臨時閣議を開催、軍事革命委員会への政権移常を決議した。タ、ま、イン前大統領も非常戒厳令を追認し、 軍事革命に対する国民の支持と協力を求める声明を発表した。こうして、第二共和国は、形式的にも、実質的にも崩壊し、軍政が敷かれることになった。軍事革命委員会発足から3日目の5月19日、名称を国家再建最高会議に解消、治安向上や経済改善などを名目に、韓国民の思想、言論を弾圧した。 6月10日には秘密情報機関、韓国中央情報部が発足された。このような方の政治はその後の韓国政治史の長い、軍事政権の土台を築き上げることとなった。僕正規と手を握り合う在韓国連軍司令官、メロイ将軍クーデター直後の5月16日午前11時、カーター・ビー・マグルーダー中韓米軍司令官は、 超ツトム政権を支持し、クーデターに反対する声明を、米軍放送を通じて発表した。そして中間米代理大使マーシャルグリーンと共に、聖華大を訪問し、イン前大統領に、クーデター軍を鎮圧するための動員令を、韓国軍に下すことを要請した。しかし、イン大統領は、国軍同士が衝突すればソウルは、火の海となり、 その隙に北が南進する恐れがあるとして、要請を拒絶した。一方、アメリカ本国のアメリカのケネディ政権はクーデターに対し、慎重に生還する態度をとっていたが、クーデターから3日目の5月19日、アメリカ国務省は、軍事政権への支持を発表した。そして、軍事政権による、反共体制の強化と腐敗の一層を呼び、 合憲的政府の再受立を標榜する革命公約に大いなる期待を表明した。ありがとうございます。